ましたか？うん、でもメリアちゃんは本当にいいの？本来なら嫌ですけど、今回は話が別です。私は本気であの子が欲しいんです。朝の続きじゃないけど俺もわからないんだ。月読さんの才能って何？あ、それ私も気になる。私もです。そうですね、あの時は一人で興奮していましたから細かい説明を省略してしまいましたね。彼女の才能は、歌姫、と呼ばれるものです。歌姫、とは異世にいたと言われる幻の神が呼ばれていたという名称がそのまま能力名になったという極めて異例な能力です。歌姫、ってことは歌うことで発動する能力ってこと？はい、私の全知全能にも歌姫があるのですが適正値が 13% くらいなんです。ちなみに現在一番高いのは私の姉で 24% です。それで歌姫ってどんな能力なの？私たちクラスの適正度なら歌にすることでその出来事を具現化する程度ですね。それでも十分すごい能力よ。でもあの子は違うのよね。そうだね、それくらいなら多分メリアは求めない。身体能力が低いのは明らかだしね。はい、コトカちゃんの歌姫の適正値は問答無用の 100%。 つまり今までの最高を覆す前代未聞のポテンシャルなんです。うん、100% だと何か変わるの？私は全知でしか知らないのですが、 100%、 つまり新歌姫の能力は歌や音色、音にすることで全てを干渉し、知識がなくとも世界全てに存在する能力を 100% 自動的に選定し、無限に操る能力です。それは歌や音色、音を発している時だけという説もあれば、通常、つまり自然の音や呼吸音、微弱な音にも反応し発動できるという説もあるらしいです。それは、すごいです。全自動全能支配、ってところですね。知識や熟練度なしで自動でその場に必要な最善の能力が発動するんだから効率もすごく良さそうだね。そう、しかもエネルギーは音、つまり私たちみたいにオーラを使用しないんです。あの子は正真正銘本物ですよ。なるほどね、それはメリアちゃんが熱烈に欲しがるわけだわ。私は本気です。だからご主人、絶対にコトカちゃんを落としてください。むう、どうせやるならとことんやって専属神にさせなさい。なら、まだ大丈夫。何も思ってないくせに。でもどうせこの先専属神にさせたいのならここは先行投資だと思って。ね、せっか。わかってるわよ。それでも心境は複雑なの。ほっといて。でもすごくいい人そうでしたし。私、サポートする。ま、困ったらこの恋のドラゴンに任せなさい。何よ、恋のドラゴンって。恋のキューピーのことかな。それマヨネーズ。まったくお前ら楽しんでるだろ。とりあえず大会は7月10日、今日が1日だから残り9日しかない。どう考えても日数と時間がなさすぎる。最後の調整もあるし、そっちもないがしろにはできないわね。そうだね、そのためにこの半年死に物狂いで使用したんだもんね。メリアから戦闘のノウハウから応用、カナとハクは干渉や支配に不利展開による展開の使用を。ゼピカやソフィアからは近接、遠距離、能力戦の実践を手伝ってもらった。カナの次元支配とハクの時空支配の応用で時間を遅らせて長い時間ただ鍛錬だけに全力を注いだんだ。時間にして5年、ここまで期待状最後はしっかりと。いえ、もう腫瘍はいいですよ。今はこれ以上詰めても大きな変化はなさそうですし、今は腫瘍よりコトカさんの方が大事です。マジで？マジです。ですのでご主人はコトカちゃんをぜひ説得してください。ちなみにちなみに、私たちは、大会ギリギリまでみっちり特訓です。特にソフィア。うわーん。とりあえず明日も早いですし、今日は各自部屋に戻って寝ましょう。そうだな、みんなしっかり休むんだぞ。はーい。婚姻届けは誰？みんな知ってたんだ。つまり私だけずっと浮かれてた。なんかバカみたいだな、私。せっか様、部屋に行かないんですか？よく失礼しますね。ハク、相変わらず私の前だとハキハキ喋るわね。せっか様は私からしたら幼馴染みたいなものだからね。なんだろう、緊張しないんだよ。そうなんだ、つまり一番私のバカさ加減を知ってるってことだ。まだダミーのこと、根に持ってるの。なんか私一人だけ浮かれてるのがバカみたいだなって思ったんだよ。まあそうだね、お互い未成年だし、こればかりは仕方ないかな。う。でも、浮かれてたのはせっか様だけじゃないと私は思うんだ。どういうこと？だって、あの婚姻届けってパト君から持ってきたものでしょ。うん。別にせっか様から婚姻届けをおねだりしたわけじゃないよね。まあ、そうだけど。だからそれは私を納得させるために用意したんでしょ。やっぱりせっか様はバカだね。言ってくれるじゃない、ハク。その婚姻届け、今すぐ提出する、ってパト君は言ってた。多分パト君は将来提出できるように、約束として渡したんじゃないかな。え、今はダミーだけど、あと1年待てば正真正銘の婚姻届けになる。ハク、
もっとパト君を信じよう。あの人は絶対に私たちを幸せにしてくれるよ。うん、そうだね。それじゃあ私、部屋に戻ってるね。気が楽になったらいつでも帰ってきてね。うん、わかった。ハクはああ言ってたけど本人の口から聞かないと私バカだから納得できないよ。はあ、パトは私のこと本当はどう思ってるんだろう。すっごく大事なパートナーかな。パト、いたの？今日はごめんね、セッカを騙すようなことをして。騙すって何をよ。受理できなかったんだ、年齢的都合でね、だから黙ってた。言ってくれればよかったのに。だったら私は、ちゃんと、言えるわけないだろ、あんな幸せそうな顔を見せられたらさ。だからその日が来るまで受理したことにしておけば嘘も真実になる、だから黙ってたんだ。セッカ、今は意味のない契約だ。でも来年のセッカの誕生日、3月1日になったその時は本当の誓いをしよう。本当？ああ、父さんや母さんにはそうやって婚姻届を預けたんだ。本当だよ。よかった、私はちゃんと愛されてるんだね。セッカは不安症だからね。だから一番形に残りやすい方法で俺の愛情が伝わってくれたらいいと思ってる。はあ、めんどくさい女だな私は。パト、悪いけどその気持ちだけもらうわ。私は形や物にこだわりすぎたわ。だからもういらない。せっか、本当にいいの？うん、でもその代わり私をしっかり愛して。明日から俺は月読みさんとデートだ。もしかすると大会までせっかたちの相手はできないかもしれない。いいわよ。さっきも言ったけどやるなら絶対に成功させなさい。私は今こうやって愛してくれてるって実感できたからそれだけで十分。強いな、せっかは。もし俺がせっかの立場なら苦しくて泣くだろうな。わかってるじゃない？ならちゃんと終わったら。ねえ。ああ、絶対に埋め合わせはする。じゃあ私も部屋に戻るわ。待って、せっか。珍しいじゃない。俺のそばにいてくれたのがせっかで本当によかった。うん、頑張ってきなさい。今回は脳幹ってことにしておいてあげる。ありがとう、おやすみ、せっか。うん、おやすみ、パト、心の底から愛してるわ。あ、パトおかえりー、結構長かったね。ああ、さっきロビーでせっかと話してた。仲直りできた。そもそも喧嘩なんかしてないよ。俺はいつもせっかに支えられてばっかりだ。本当、そばにいてくれたのがせっかでよかったって思うよ。うんうん、そう思えるのはいいことだね。もちろんソフィアだってそうだ、メリアもカナもハクも。俺にはもったいないほどだ、感謝しかない。ふふ、私の良さがわかるとはお目が高い。あ、ここのホテル個室温泉があるから入ってきなよ。本当か、それはすっごく楽しみだ。うんうん、せっかく今日は私の日なんだしゆっくりしてね。本当、みんな強いよな。俺だったら絶対に嫉妬で気がおかしくなるよ。みんな俺のために我慢してるんだ。俺はみんなのために月読みさんと全力で向き合わないと。それにしても俺の希望で同じ部屋の人を毎日交代にしてもらってるけど、みんなは本当に良かったのかな。パト、ゆかちゃんはどう？ああ、いい感じだ。さすが個室温泉があるホテルだよ。そっかそっか、それじゃあ私も準備しようっと。おい待て、準備ってまさか。お、思ったより広いね。これは贅沢だ。バカか、ソフィア、なんて格好で入ってきてんだ。え、裸だけど、お風呂に入るんだから当たり前でしょ。腹前を隠せ、そして後ろ振り返ってそのまま出なさい。なんで？私ずっとここのお風呂楽しみにしてたのに。というわけで私は入るからパトもゆっくり体洗ってなよ。バカ、おま、ちょっと、近づくなー。あー、精神年齢小学生のロリジョユンター。ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。